オジロスナキツネは、哺乳講猫目犬カキツネ属に分類される、食肉類。アフガニスタン、アルジェリア、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、エチオピア、エリトリア、オマーン、サウジアラビア、ジブチ、スーダン、ソマリア、チャド、チュニジア、ニジェール、パキスタン、マリ共和国、モーリタニア、モロッコ、ヨルダン、リビア模式標本の産地はドンゴラ。 体長40から5 2トル、尾長二25から3 9トル。体重1.2から3 6キログラム。全身は柔らかい体毛で密に覆われる。毛衣は灰色や安灰色で、背面の体毛は毛先が黒い。尾の基部背面にある周線の周囲は黒く、尾の先端は白い。鼻面は短い。鼻面の側面に黒い斑紋が入り、頬は白い。 次回は幅広い。足裏は、肉球も含めて長い体毛で覆われ、砂地を移動するのに適している。2005年現在は5足に分ける説もある。砂漠や開けた矢地などに生息する。岩場や丘陵地を好む。夜行性。個体密度は低いが、人間の生活圏では、個体密度が高くなることもある。 聴覚が発達し100メートル以上離れた場所の物音を察知することができる。植生は雑食で、主に昆虫を食べるが、爬虫類、小型哺乳類、植物の茎飼根なども食べる。捕食者としては草原和紙、和紙水くなどが挙げられる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は約50日。3月に2から3匹の幼獣を産む。 授乳期間は42から56日。幼獣は生後約4ヶ月で独立する。生後1年以内で生成熟する。野生下での寿命は6年と推定されている。飼育下の寿命は6から12年。アラビア半島ではゴミ捨て場に出現することもある。家畜や家菌を食害する害獣とみなされている。イスラエルでは人間の生活圏で分布を拡大している。 赤ギツネとの競合により、絶滅の危険性が高いと考えられている。2008年5月1日世界自然保護基金と、リビアの郵政会社 GPTC が協力し、オジロスナギツネの郵便切手が発行された。ありがとうございます。